それでは質問を受けいたします。産経新聞ですけど、はい、新型コロナの関連で、うん、まあ、大阪でも陽性率が上がっていて、週末も自粛要請呼びかけたりされてますけど、うん、新学期からの学校の再開状況ですとか、あと現在の部活動もやってると思いますが、うん、それについては今の都市長としてどうお考えでしょうか。まあ、非常に、こう難しい判断のところに来てるな。まあ区域で、陽性率上がってる人上がってない日があって、それとまあ2週間前のあの連休の時の国の専門家のまあ試算の状況までには至っていない。だからで大阪市内にで言うならば、子どもたちが今発症しているというそういう報告がない、小中学生。ただやはり全国的に感染拡大基調にあるのは事実だ。まあ少し、まあ今週また国の専門家会議もやりますし、大阪府の対策本部会議も、まあ、実施されると聞いてますんで、そういうのをその専門家の皆さんの、まあ、今週の、ご意見、そういうものもこう考慮しながら、学校再開について教育委員会と、まあ、いろいろと相談していきたいと思ってます。今春休み中ということで、部活動とあと生き生き授業の方はやってらっしゃると思うんですけれども、うん、それは今のところ変更なく、今はそれは変更はありません。生き生きはこう保護者にとってね、生き生きに参加している子どもたちも保護者にとっても、まあ、生き生きで、子どもたちの居場所を作れないと生活成り立たないというそういう声もたくさんありました。で現在は徹底した感染予防策を講じながら生き生きを実施していることで、その生き生きの中、また生き生きのに参加している子どもたちの保護者等からの感染という、報告は、感染したという報告がありませんから、まあ一定対策を講じることで、まあコロナに対しての、うん、対応はね、感染しないという、そういう対応をが結果として現れているのかなと思っています。府はイベント自粛4月3日までということで一旦決めてますけれども、うん、また延長の可能性もあると思いますが、市としてはこのところどう考えていらっしゃるんですか。まあ、イベントについてはやはり、一番感染リスク高いわけですから、まあ3要件をね、実施して3要件に合わない形をきちっと実行してもらう、まあ、環境確実に環境こう換気する中で人が密接につながる、近づかないような、まあ、そういうことを確実に実施していただきながら、コロナの感染拡大の推移を見て判断するということになるでしょう。読売新聞の方です。週末、大阪府の方で外出自粛を要請されたということで、まあ、かなり行楽地にガラガラの状態だったんですけど、うん、まあ、市長としてはどのように、まあ、評価結果されたか、うん、もう今当面はね、不要不急の、外出が不要不急の、会合はね、もう当面はもう避けてもらいたい、もうこれはもうそう思ってます。もう申し訳ないけども、まあリクレーション的な活動については、もう長期戦をね覚悟して、ちょっと皆さん耐えていただきたいと思います。東京都の方では、まあ、
まあ、なるべく平日の夜間は外しないでほしいということと、まあ、仕事はできるだけ在宅でということもおっしゃってるんですけど、うん、この方針については、いかがですか。いや、それはもう支持しますよ。うん、今テレワークも我々もまあ進めてきてますけども、できるだけ、その在宅で仕事していただくことと、それから時差出勤で、あまり人同士が密接にこう、密接な空間を作らない、まあ通勤通学のにおいてね、それから一人一人がもう人に移さないように、移されないように、もう危機感を持ってもらう、これしかないと思います。休校の判断に関して、昨日は大阪府の発表で1人小学生の方が陽性ということで出たんですけど、まあ、あれは、まあ、経路不明というわけではないかと思うんですけど、うん、この辺は特に影響しないんですか。まあ、経路ははっきりしてるからね、そこは、まあ、影響しないというか、市中感染という形ではないんで。他ご質問ございますでしょうか。すみません、放送の川口です。昨日吉村知事がツイッターで、非常事態宣言をギリギリならば出すべきだとおっしゃっていたんですけど、市長の考えとしては出すべきなのか否かというのはどうでしょうか。いや、僕は非常事態宣言と言われても結局要請なんですよね。海外のように罰則ないんですよ。で、その罰、結局要請の範囲だから保証もないし、でそのことを守っていただかない場合は罰則もないわけです。だから各国、ヨーロッパもアメリカもまあそうですけども、人の行動制限した場合は例えば売上の8割まで保証すると、うん、パリなんて、いや、フランスはお店休ました場合は人件費の8割、これは政府が保証するということでやってますから、だからまあもうこう危機感を持ってもらうという形ではいいかもしれないけど、非常事態宣言をしたところで今とあんまり変わらない、やれることはやれること、だからもうかといって、じゃあ今ね、日本の国で非常事態宣言で、することによって罰則をつけれるかといえば、これはもうその法律通すんだけでね、もう至難の業だと思いますよ。うん、そんなのも、1年2年かかるような、要は人の人権に、制約を、権利に制約をかけると、で罰則までつけるということですから、これをこの法律を今の国会で通せるというのはちょっと難しいと思うんで、もうまさに今もう国なんだという意識を、皆さんに持ってもらいたい、宣言したところでやれることは変わりません。うん、だからそういう形の中でね、ぜひ危機感をもう 今もう自分たち一人一人が非常事態だと思ってもらえたら、それでなんとか自粛してもらいたいと思ってます。先ほどとします。1週間前に吉村知事と相談した神戸の往来自粛を呼びかけた時の数字がまだそこまでは行ってないということだと思うんですけれども、うん、今のところ大体半分以下ぐらいで収まっていると思うんですが、これは対策を講じた結果として受け止めていらっしゃるんでしょうか。まあ、それは専門家の皆さんに聞いてみないと分かりません。ただ専門家の皆さん、さまざまなところでまあテレビに出たりしてコメントをされてますけども、ほぼそういうこうまあ専門家の皆さんの評価はおおむね、まあ大阪は早めに手を打っていると、先手がある程度功を奏しているという、そういう評価だと。これもまさにメディアの中でね、専門家の皆さんがそれぞれおっしゃっているのは、そういうことだと思います。緊急事態宣言に関して、まあ、
総理が、まあ、判断されると若干国民の危機感は、まあ、ややさらに上がるかなと思うんですけど、その辺も踏まえて今のところ大阪では必要ないという、いやだから緊急事態宣言されて、じゃあ我々何ができるのか、あの移動制限はできません、要請しか、うん、で、お店休んでくれという要請しかできない、休んでくれって言ったら保証してくれるのかと言われれば、いや保証はできません、そう言わな、そう言うしかないんですよ、うん、だからあのそれで緊急事態なのに、結局今と変わらんじゃないのっていう、こういうことになる、なると思いますからね。とにかくもう今、法律の不備とかそれ 今言っても仕方ないんだよね。でこれ緊急事態宣言した時にあの罰則規定とか移動制限とかかける法律を出してたらね、通ってませんよ、あの特措法が、うん、だってこれほとんどのメディア反対してたんじゃないの、あの時そういう法律なら、あの移動制限かける、それから罰則規定がある、それはもう徹底して、まあ、産経新聞あたりがちょっとまあ仕方がないかなというぐらいで、あと全社反対でしょ、通るわけがないんだから。だからまあとにかく総理がそういうことを発信することによって危機感は増すと思いますけど、うん、緊急事態宣言されてもやれることは今とほぼ変わらないということです。まあ、その国会の動静からちょっとなかなか難しいということですけど、やっぱりその移動制限みたいな罰則みたいなのが市長としては必要だと感じられますか、そういった法整備というか。このような事態がね、これはまだ今回ね、統計的には8割の人が軽症だから、まだね、パニックになってません。これ、まあ、全ての年代で、高齢者並みの致死率、2割3割という致死率が、ね、全ての年代で、大人から子どもたち、そういう事態になってれば、これはもうね、僕は行動制限かけるべきやと思うし、その行動制限かけたときに守ってもらえない人にはやっぱり、抑止するためにも罰則必要だと思います。ただし保証も必要になりますよ、その時に。他ございますでしょうか。関係ない質問の高橋です。週末会食で宿泊税出てた件なんですけれども、まあ、観光地は普段よりは少なかったと思うんですけれども、若者の間ですと、まあ、花見をしていたりとか繁華街に住めたりとか、そういう姿も見受けられましたが、そういった動きへの受け止めと、特にこう若者に注意してほしいことがあれば教えてください。いや、注意してほしいというかね、やっぱり社会の一員としての自覚を持ってほしいと思います。もう今の時点で表に、で出れるっていうのはもうある程度ね、こう世の中を理解してるというか、いいこと悪いことぐらいの判断はつくんでしょうから、だから社会の一員として自覚してね、君らがやってる行動でいかにね、このリスクを高めてるかというところをぜひ、理解してもらいたいし、保護者の皆さんもぜひそういうことを、子どもたちに伝えてもらいたいと思います。すみません、毎日後です、先ほど学校の災害については質問がありましたけれども、大体こう目処としてどのくらいまでに判断しなきゃいけないというのは。それも今週中には判断します。今の市長もおっしゃったように、やっぱその社会の一員ということを考えますと、まあ、学校だけが再開しているというのはなかなか厳しいものがあるんじゃないかと思いますが、どうしていては、だからその学校現場でいかにリスクを抑えられるかということだと思います。今若者が外出てるのもうリスクとかそういう考えなく、もう自分は大丈夫だからと、自分は軽症で済むということで表に出てるんでね、これ学校現場というのはそういうリスクを全て、リスクを抑えるためリスクヘッジの、取り組みを、実施した上で再開していくわけだから、
あの普通に若者が表に出て出歩くのとはまた大きく違うと思っています。他ございますでしょうか。毎日放送で、でね、ちょっとコロナとは別で、あの万博のことなんですけど、うん、あの夢島と前島の間の橋の新設にで議論されてたと思うんですけど、うん、その見送りなどの、まあ、現状、今どのような方向性でしょうか。まあ、今最終の詰めの段階まで来てるんで、4月の1日に僕と、石毛さんと、最終的な、合意を得たいと思ってます。もう最後の詰めの段階です。見送りを決定したとかいう段階ではないんですか。まあ、我々はそういう形で違う方法での渋滞緩和とか、会場への、入場退場のを、こうストレスなしにやれる方法を我々は我々で考えてますし、そういうことをあの協会の方にも伝えてるということです。協会側からなんか同意とかは得られてはいないですか。最終的には、まあ僕と石毛さんとで合意する話なんで、まだ今合意には至ってないということです。話しました。4月1日はもう市長と石毛事務総長だけ、知事とか例えば、まあ、経産省側からは特段今は来られる予定はありません、うん、これは整備する側は大阪市 の、 責任としてやっていく話です。他ございますでしょうか。それでは終了いたします。それでは政務の質問に移ります。質問ある者はございます。ありがとうございます。はい。